はい、どうもこんにちは。沖縄おばばでございます。はい、にーゃんこ揃ってますね。はい、見てたん。はい、尻尾がね、バターンってなってますね。はい、なんかイラついてるんでしょうかね、この人は。はい。えー、皆さんどうもこんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えー、これね、あのー、現代の、はい、えー、日韓現代のね、ヘルスケアの記事なんですけど、はい、なんか最近ね、 最近なんですけど、えー、体調の、お上の方針ですね。体調の方針の例のおちくわちゃんがあ、18歳以上から解禁になったみたいですね。はい、以前は50歳以上のみだったようなんですよ、これ。えー、まあ、50歳以上でもね、これ必要ないとは思うんですけどね。はい、えー、どうしてかっていうと、体調方針ですね。これのメカニズムなんですけどね。 いわゆる水疱瘡にかかりますよね。これ水疱瘡のおうのウイちゃんでございます。水疱瘡にかかかかって治った人ですね。大体いい子供の頃やってますよね、水疱瘡。はい。このかかって治った人が、ああ、治った人でもね、こう、まあ、ウイちゃんがね、どっかに潜んじゃってるんですよ。はい。これ実は、ああ、あの、エボラちゃんですね。エボラちゃんも同じです。はい。えー、実は。はい。 えー、そういう、こう、どっかに、こう、潜んでいるね、えー、水ぼうはい、のウイちゃんなんですけど、そのウイちゃんがね、面のエキが下がるとね、出てきて、えー、こういったね、皮膚にね、えー、病の変を起こすというのが、あ体状の方針のメカニズムでございます。で、なんで、なんでね、 え、ぶっつんするのっていうことなんですけど、ま、あこの説明ではね、え、ちっちゃい子供にね、え、これをやったらね、え、まあ、いい感じだからっていう説明なんですけど、まあ、答えになってませんよね。はい。え、面の液がね、え、下がるから、こう、体重のね、えー、方針になるわけで、えー、これをね、あげないことにはダメですよね。はい。 えー、まあそういうことです。つまりね、えー、自然のね、面のエッキーっていうことですよ。戦う力でございますね。はい。体の戦う力をね、上げないことには、根本的な解決には全くならないんですよ。えー、まあ、この記事の中ではそのことについては全く触れてませんけど、はい。えー、まあね、この面のエッキーを上げるっていうのはあ、個人の努力なんでね、はい。 えー、まあ栄養豊富なものを食べる。ね、タンパク質やらあビタミンですね。えー、特にね、ビタミン D の豊富なね、えー、ものを食べる。はい。えー、まあ、キノコとかね、いっぱい入ってますからね。まあ、大体キノコとか食べない人多いですからね。はい。えー、まあ、お魚さんなんかにもね、ビタミン D 入ってますけどね。 はい。まあそういうことでね、えー、こう免疫を上げるものを食べたりとか、あと日に当たったりとかね、太陽の光に当たったりとか、運動したりとかでね、えー、まあ,あ、適正なね、えー、まあ体重も保てますし、えー、面のエッキーも上がるんですよ。はい。えー、動けばね、えー、そりゃあ体温も上がりますんで、はい。筋肉もつきますんでね。はい。えー、なので、えー、まあ動くことですね。 えー、これが不足してます。で、えー、まあね、世界的に、えー、見てね、日本人は運動嫌いの汚名がついちゃってます。はい、えー。そういうことでございます。なのでね、えー、適宜運動するということも、これね、えー、基本中の基本なんじゃないかなと思います。はい。まあね、えー、私なんかはね、免許がないんで、 えー、ほぼほぼ歩いてねいろんなところに行くんですけど、まあ、結構な運動になりますよねでそういうものがない日でもね家でエクササイズしたりとかねいろいろできますはい、えー、なんでねこのね健康的な生活っていうやつですよね、えー、これをやっててまあね、えー、面の液がね下がるっていうことは基本まずないんですねはい えー、で、なぜこういうことになっているか。まあ、わかりますよね。言わなくても。はい。そういうことでございます。なので、えー、まあ、免疫を下げるものはいろいろありますからね。あのーね、ね、えー、例のものですね。例のものもそうですけど、あと、まあ、天下の仏とかね。はい。天下の仏とかね。あと、人口のね、はい。缶の魅了とかね。 はいえそういったいろんなものも麺のエッキーが下がるんでえまあそういうものを取り入れないでなるべく手作りのねえものを食べるこれ基本ですよねでもね今ねえそういうふうにする人ってどんどん減ってますからね便利な冷凍食品がねいっぱい出てますんで中にはね冷食のお弁当とか頼んでねえ毎日それ食べてるっていう人いますけどまあ 危ないですよね。はい、えー。そういうことでございます、えー。基本はね、そういうことなんですよ。はい。えー、で、なぜ18歳からね、えー、年齢が拡大になったのかわかりますよね。もう、そのぐらいの年代からかかる人が多くなっちゃってるんですよ。あーあ、ですね。はい、えー。ちなみにね、私、いくら CA がひどくても退場の方針にはなったことはございません。 はい。そこまでひどくはなっておりません。はい。えー、これ、要注意でございますね。はい。そういうことでございます。こちらの記事もね、ぺったんこーってしておきますのでね、皆さん見に行ってください。健康的な生活がものを言いますよ。ということでした。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。あにゃん。